北朝鮮からの難民流入を想定した軍事訓練の可能性があります。中国は先週、中朝国境地帯に位置する白山市の郊外で軍事訓練を行いました。訓練では催涙弾が使われ、ガスが市街地に流れ込んだため住民らが被害を訴えました。白山市側は、風向きが変わりガスが市内に流れ込んだ、多くの市民に迷惑をかけたとして謝罪しています。この訓練が中朝国境地帯で行われたため、朝鮮半島有事の際、北朝鮮から大量の難民が中国側に流入することを想定したものとの見方が出ています。